皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ軍がウロジャイネを完全奪還でございます。それどころか、前進しているという話。では参ります。 えー、ザポリージャとドメツク州の州境、ベルジャンスクマリウポリに南下していく戦線、ウロジャイネス。昨日の放送では、ウクライナ軍が7割から8割ぐらい奪還したんじゃないかというお伝えをさせていただきましたが、完全に奪還しました。それどころか、ロシア軍が方法の手で逃げていっているんですけれども、それを追撃していってるような状況ですね。かなり深いところまで前進しております。えー、まずは、犬のご飯さんのツイートからいきたいと思います。こちらです。よろしくお願いします。 えー、ザプリジャ方面のウロジャイン、ウロジャイネと一緒ですね。えー、において、ロシア軍が改装した様子です。追撃戦が始まっています。ということで、追撃戦が始まっておりますが、実際映像があります。最近動画で出すと出せなくなることが多いので、静止画にしてありますけれども、どういうとこ、ところだっていうのを、見晴らしのいいですね。道路のところを、ロシア軍が方法の手でですね、逃げていくんですよ。道路の上を逃げてって言って、見晴らしがいいので、ウクライナから丸見えなんですよ。うん。 それでももう当たり構わず、うわーって逃げて、全速力で逃げていってるのを、ウクライナ軍が補足をして、クラスター弾でドッカーンって撃破するっていう、そういう映像になりますね。で、問題は、方法の手で逃げていた場所は、どこなのかっていう話なんですけれども、その場所がですね、こちらでございます。ウロジャイネからもうだいぶ南になりますね。ザビトデバザンニャという町のすぐそばなんですよ。 で、このザビドネ・バジャンナに、ロシア軍がちゃんと展開しているんであれば、そうも焦る必要はないようなところまで来ているのに、方法の手で逃げていたということですね。で、さらに、えー、ウクライナ軍のですね、国防次官のハンニャ・マレル,ルさんが公式声明を出しておりまして、<laughs> サロ・マイオルスケの南の方も、ウクライナ軍が前進していると順調だという公式の発表をします。 多分、この南の方だと思いますね。うん。サロマヨロスケの。ということになると、ザビトネ・バザンニャの街にウクライナ軍がすでに肉薄している可能性というのが高いということですね。で、このザビトネ・バザンニャという街は、南下していく上で、ロシアの、まあ、キッツキツナの防衛線ですね。防衛ラインを突破する上での本丸の街ではないんですよ。 本丸はさらにその南、スタロムリニフカという大きな町、少し見切れてますけれども、大きな町、ここが本丸になります。しかし、スタロムリニフカのこの本丸の町を落とすためには、ちょっと邪魔なものがある。それが真ん中を走っている川ということになりますね。うん。ザビトネバザンニャという、 町は、この川に橋がかかっている町でもあって、ウクライナ軍が合流できる町、また、え、分散して南下するための拠点になる町なんですね。 スタロムリニフカを攻略するためのちょうどいい拠点が、このザビトネ・バザンニャという街ですね。この街にすでにウクライナ軍が肉薄している可能性というのが極めて高くなったということですね。ロシアのまだ残酷戦まではしばらくありますけれども、順調な一歩を踏み出しているのが確認できたというお話でございます。はい、次はですね、ヘルソン方面行きたいというふうに思います。えっ、ー、とね、いっぱい出てきますね。 えー、ゴザチラヘリなんですけれども、ゴザチラヘリの西の方に、ウクライナが京都方を築いたという情報が、相変わらずずーっと出続けてます。ただし、それを証明するような、例えば衛星写真とか、現場の動画とか画像というのは一切出てきていないような状況でございます。 え前回かな、その前の動画ぐらいでも言ったんですけれども、このザチラヘリの西側のところ、ウクライナが溶かしたと言われるところっていうのは、もう畑みたいなところで土平地です。遮蔽物が全然ないので、通常考えると、京都法は気づけないというふうに考えられます。えー、さらにですね、このドニプロ川の支流のンカ川というところを溶かしていってる。で、こういう地図で見ると、すんごい細い川じゃないですか。 でもこれね、川幅100メートルぐらいこれでもあるんですよ。ドニプロ川がでかすぎるだけで、根下川も100メートルぐらいあるんですね。そう簡単に大軍を渡かさせられる場所ではないので、京都法が気づけたかどうかに関しては、たくさん情報が出てきてますけれども、もう少しこれは待機して待ちたいと思います。それでも、ヘルソン方面のロシア軍は混乱しているという情報は出てきているというところ。今一度、イ犬ご飯さんですね。よろしくお願いします。 ヘルソン方面において、ロシア軍の混乱が広がってますね。脱走兵が増えていて、特戦隊やらが各地で脱走兵狩りを行っています。また、新しく投入された動員兵も同じで、民間居住区に隠れて焼け酒をかっくらってるとのことです、ということ。うん。特戦隊というのは、えー、自分、自軍に向けて、お前らは突撃しろと、勝手に退却したら撃ち殺すからなって言って、ロシア軍がロシア軍に銃突きつけて、 いる奴らですね。うん。これは特選隊というものになりますけれども、うん。まあ、士気も乱れていて、士気も下がっていて、大混乱になっているというような状況が、現場情報として上がってきているわけですね。小ざちラヘル周辺のことだと思います。このヘルソン方面というのは。なぜかというとですね、司令官が捕捉されてるんですよ。こちら、クラッシュレポートですけれども、 えー、1822連隊の偵察グループのロシア軍司令官、トモフ少佐だそうです。トモフさんですね。トモフさんが捕まりました。ウクライナにですね。捕まってしまいました。えー、ヘルソンのコザチラヘリ付近で、まあ、戦闘があった時に、このトモフさんというのはウクライナの捕虜になりました。当然ですね、コザチラヘリ周辺の偵察部隊の司令官なので、その辺の まあ地形も熟知しているし、あとロシア軍の配置も熟知しているわけですよ。うん。どこに特殊部隊がいるとか、どこに戦車がいるとかですね、どこに砲兵が隠れているとか、いろんなことを熟知している。早速ですね、えー、このトモフさんが協力をしてくれましてですね、ドニプロ川の地図をざっと広げてですね、この辺に隠れてますとかっていう形で、今、 協力をしてくれています。で、この情報をもとに、おそらくウクライナは攻撃をじゃんじゃかじゃんじゃか仕掛けてるというふうに考えられます。その上で現地情報として大混乱してますねっていう情報が上がってきているっていうことですね。えー、小沙ラフェイルのすぐ隣のところの共闘法ばかりに今注目がいってますけれども、えー、司令官が 捕虜になったこのヘルソンからのトカオが成功することになると、ロシア軍はかなり不利な状況になりますね。ヘルソン全体からの撤退ということもあり得るかもしれませんね。大きな動きにつながるかもしれませんので、ここは今しばらくですね、小雑なヘリだけにこだわらずにですね、 もう少し広域でこのヘルソン戦線期待しながら見ていきたいというふうに思います。はい。というところで、ウクライナの構成はここまでで、次はですね、ロシアがちょっと抵抗しているというバフムートの状況でございますけれども、こちらですね。えー、ニコルさんですね。よろしくお願いします。えー、とですね、ウクライナが完全に奪還したかと考えられていたバフムートの南クリス、クリシチュフカなんですけれども、 ロシア軍がですね、やっぱここを取られたらかなりまずいということで、バフムートそのものも、奪還されるっていうですね、そう政治的にまずい、プーチン容疑者の顔に泥を塗ってしまうことにもなるということで、かなり激しい抵抗をしていますね。クリシチューカーに、まあ、反撃を試みていて、かなり激しい砲弾戦が行われているという映像が届いてきております。ただし、これでウクライナがクリシチューカーから退いたという状況、情報入ってきておりませんので、今、ウクライナ側も、あの、踏ん張ってですね、 えー、クリスチューカに、踏ん張って、えー、今、ロシア軍側と戦っている。クリスチューのほとんどの部分は、ウクライナの管理下に。 ありますのでちょっと反撃というかですね、えー、ロシア軍の攻撃が今激しくなってきておりますけれどもここもちょっとですね見守っていって変化があったら皆様とまた共有をしていきたいというふうに思いますはい、えー、ではですねトピックスに行きたいんですけれども皆さんもうこれご存知だと思いますが朝日新聞に行きましょうロシア軍国会で民間船に警告射撃ウクライナ海賊行為と批判ということなんですけれども えー、ウクライナの港ですね、に入ろうとしていったパナマ船籍の船ですね。この船にロシア軍が警告射撃をしたっていうのがまあ、大手からのメディアで出てきました。えー、で、これロシア国防省が発表してるので絶対やってるんですね、ロシアが。えー、ところが警告射撃のみならずなんですけれども、ちょっとこちらの動画ですね、ご覧ください。はい、こんな感じで,ですね、ヘリを横付けしまして、 勝手に船に乗り込んでですね、何やら物色した模様でございますねで。戻ってきた兵士がヘリに再び乗り込んでいくような映像というのが入ってきてますね。うん。えー、やはりですね、この穀物合意からロシア勝手に一方的に離脱したわけですけれども、その上で、えー、ロシアは穀物で世界的に役員だったね。しかし、ウクライナ頑張って世界に穀物を回そうとしていると。輸出しようとしているというですね。 ウクライナが世界に実利をもたらすことっていうのを相当嫌っているというふうに思いますね。 ということは、ウクライナの穀物を何が何でも輸出しなければいけないということになります。とにかくこういう足を引っ張ってですね、相手を貶めるという卑怯なことしかできない国だなということは相変わらず思いますね。穀物合意のところでもそうですし、あと戦場でもこれだけウクライナはですね、航空優勢が通れていない中、じわりじわりとウクライナの方が押しているっていう状況。この状況そのものがすごい状況なのに、大手メディアがですね、反撃が遅い、反撃が遅いというようなことを言っている。 ロシアからも貶められて、大手メディアからも遅い遅い文句つけられてるような状況なんですけれども、それでもウクライナは今一致団結して自分たちの国土、そしてウクライナという国、ウクライナ人というアイデンティティというのを守ろうとしている。そして何より子供たちの未来を守る戦いをしているということでございます。えー、ウクライナの皆さんのこうした今回の侵略戦争に対する、えー、強い気持ちというのをですね、えー、まるでこう表すかのような動画が一つ、 見つかりました。今日はね、本当はもうそれが見せたくて、ここまで喋ってるようなもんでございます。ちょっとこれ皆様にご覧いただきたいというふうに思います。はい、こちらの動画なんですけれども、タイで開催された世界ドラゴンボートレースという、そういう、まあ、あのー、レースだそうです。うん。なんかボートをみんなで漕ぐやつですね。で、ウクライナチームのボートがですね、水没してしまったんだけれども、実はウクライナの皆さんですね、まっ 全く諦めることなく、水に沈んだままのボートを全員でこぎ続けたっていう、そういう映像になりますね。なんかですね、現在のこの侵略戦争に対抗するウクライナの皆さんの強い気持ちを見るようで、私はですね、これハッピーな映像のはずなんだけれども、うん。もう本当にグッと来てしまいましたね。うん。で、それをですね、世界中のこのボートレースを見に来ている人たち、タイの皆さんも含めてですけれども、 えー、世界中の皆さんが賞賛しながらですね、拍手を送るというような、えー、そういう映像になりますね。うん えー、現在ですね、ウクライナの国というのは、ロシアに侵略を受けて、さらに情報戦でも貶められてですね、えー、穀物を外に輸出する、これはウクライナの確かに収益にもなるけれども、アフリカとか中東とかの貧しい国のためにもなる。それもロシアに邪魔されて、命がけの反転攻勢で今反撃をしていて、航空優勢を取れる武器がない、そこが遅れているから、ないから遅くなってるにもかかわらず、大手メディアが反撃が遅い、反撃が遅いっていうこと とも言われながらそれでも諦めずにウクライナは自分たちの国を守るため未来を守るために戦っているそれと非常にですね、えー、被る情景と言いますか情報だということでぜひこれを皆様に共有させていただきたいというふうに思いましたはいというところでですねここで綺麗に終わりたいんですけれども最後にねちょっとだけねルーブルの話を さしてください。一個だけ、一個だけです。みなずきれなさんから行きましょう。えー、ロシアのスグルト市というところ。まあ、大きなロシアの国の中のちょうど真ん中、やや西ぐらいにあるんですけれども、スグルトというところ。そこのマスコミの建物に、プーチンの悪口が電光拳字板で出てきたというんですよ。プーチンのクソ野郎、泥棒野郎めということで、1ドルが100ルーブルって調子に乗りやがって、ということで。うん。どういうことなんだっていうですね。 1>, 1ドル100ルーブルになっていることに対する、ま、文句が電光掲示板に出てきたということですね。で、この後責任逃れのために、いや、これはハッキングされましたっていう言い訳をしてるんですけれども、電光掲示板をハッキングするかねっていうところなんですけれども、さすがに1ドル100ルーブルになってくるとですね、さすがにロシアはしんどくなってきたということなんですけれども、止まっておりません。はい、こちらですね。1ドル101 1.02ルーブルということで。 えー、1ドル100ルーブルでは止まらずにですね、青天井で突き抜けていってるというのが最後の情報でございます。はい、というところですね、えー、各戦線ですけれども、少しずつ今動きを見せている中、ヘルソン方面が結構不穏になってきてますね。どの戦線が動き出すかは、どこにロシアがですね、補給を厚めに回すのかで変わってくると思いますけれども、すべての戦線目を光らせておりますので、え、これからも皆様と共有しつつですね、ちょっとマスコミが遅い遅いうるさいんですけれど、 も我々は我々のスタンスでウクライナをじっくり応援していければなというふうに思いますお付き合いのほど今後ともよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました